はい。じゃあ、亀岡です。今日はですね、6月5日、水曜日からのですね、日本株を中心にした短期の私の相場感ですね、それから気になる金融と経済とビジネスの動き、そして最後にですね、注目3銘柄ということで、今日材料が出てですね、明日動くかもしれないと。そしてですね、こういった銘柄を狙うとですね、結構、なんて言いますかね、爆儲け。<laughs> 爆儲けできるんじゃないかっていうですね。そういった情報も、情報と言いますかね。私の考えもですね。後半最後に述べたいなと思っております。もちろんね、えー、このやり方はですね、正当法ではないです。うん、どちらかというと、イレギュラー。うん、まあ、運次第というところもありますけども、僕はですね、この1年、2年ぐらいですね、たまたまこれが当たってですね、結構利益出てるんですよね。まあ、狙ってやれるわけではないんですけども、狙ってやれないこと,こともないんですけども、まあ、なかなか、うん、ドンピシャでね、えー、狙うのは難しい。ただ、 やってやれなくもないのでね、一応情報として最後にですね、このやり方結構うまみありますよってことをね、話していきたいなと思っております。そう、それからですね、アイラさんでですね、人気インフルエンサー投資系のですね、ランキングが出まして、なんとですね、えー、YouTuber だけじゃないですね、SNS を含めてか、だかブログとかね、えー、あとはツイッター,ッターとかね、すべてを含めてトータルで日本のですね、人気ランキングが出たんですけどね、なんと私が22位に入ってるってことで、 いやすごいですね。で、それ以外にもですね、えー、上司にしたいね、えー、投資系 YouTuber ランキングで1位と。そうしてね、抱かれたい投資系 YouTuber で1位ってことでね。まあ、このネタですね、ちょっと今日はやめてですね、せっかくのネタなので、ちょ週末に撮っとこうと思いますのでね、えー、この続きは聞きたい方はですね、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、週末の土日の動画を見てもらいたいなと思うんですが、 参観達成ということで、本当かよという声も聞こえてくそうですけども、それはちょっと週末に置いときまして、早速ですね、本題の方に移りたいなと思います。で、ニューヨークダはですね、日経平均一時400ドル安ということで、昨日大きく下がったんですね、昨夜ですね。で、これはね、理由は製造業種数が、まあ、50を下回ったんですね。で、50が、まあ、景況感の中でね、まあ、50を上回れば、まあ、悪くはない。下回ると50をね、悪いというふうに判断されますので、 まあ一応ですね、50を下回ったっていう数値が出たので、まあこれは嫌気を刺されたというところで下がったと。で、このところですね、まあ、正直、米国の経済指数、そんな良くないんですよね。なんとなく逆イールドカーブも含めてね、えー、リセッションが近づいているようには感じています。それがもうソフトなのか、ハードなのかね、ネオソフトなのかと。まあそのあたりのですね、違いなだけで、まあ実際にはリセッションちょっと来そうなね、えー、そんな、あまあ、 足音ですよね。カツカツと、軍艦の足音のように近づいてきてるのを感じているので、ややね、ニューヨークダウン、は、まあ、ちょっと、下げそうな、うん、まあ、下げが、まあ、下押しが結構強いですよね。で、先物今ね、米国株下がって、日経期も先物下がってますよね。まあ、これはですね、あとはね7、7日に発表される米雇用統計、この結果次第ではね、 えー、実際にはですね、えー、いよいよ大きく動く可能性もね、ありますので、ちょっと警戒が必要かなと思います。そして、ヒンデンブルグオーメンね、えー、ヒンデンブルグオーメンで合ってましたっけオーメンじゃなかったかもしれないですけどね、えー、これはまあちょっと、まあ、サブネタなんですけども、一応ね、暴落市と言われるヒンデンブルグね、あれがあ転倒したっていうことでね、えー、僕は確か株メンタルかな、うん、かなんかで、 この情報をね、ネタ取り上げていると思いますけども、まあ4つぐらいのね、えー、そのシグナルがあって、まあいくつかね、それが、まあ全部点灯すると、おそれがね、暴落の、まあ、トリガーになりやすいと。まあ急落暴落のね。で、まあ、まあ過去にね、えー、いくつかそれが点灯すると、必ずまあ急落暴落がね、半年内だったかな、まあ起こってると言われています。まあ、今回もね、それが点灯をしましたので、 ま、この辺りもね、やや警戒が必要かもしれないですけどもね。ま、これはま、サブネタなので、今日はね、本題ではないので、ま、軽く扱いますけども、そしてそれに合わせてね、経平金、大きく今日下がったんですよね。一時400円くらい下がったのかなと思いますが、ようやくね、それがですね、500円くらい下がったのかな。結局、ずるずると戻して、終値は85円安というところで、え、ね、取引を終えましたね。ま、これはね、あの、アメリカのですね、え、酒の製造業施設が、 よくなかったのでね。えー、それによって、ドル、安、円高に触れたということになってますね。これ、米雇用統計7日に発表されるじゃないですか。これ、ね、あの、失業率高まって、かなりですね、米国の経済失速感がね、えー、鮮明に出た場合はですね、もっと、米のですね、えー、要するに、要はドル、安、円高に触れると思いますね。もちろん、このあたりも、もちろん。うん まあ、知ってね、戦略を立ててる人もいると思いますけども、まあ、行き過ぎた円安は、こういった形で、いずれ、うん、是正されていきますからね。うん、まあ、このような形でね、今後、またね、えー、日銀が利上げをするようなね、発表もありますよね、観測としてね。そして、それに合わせて、ね、で、誰もがね、パウルさん、利下げするんじゃないかと言ってるわけですから。つまり、日本がね、え利上げをして、米国が利下げをすると、はいと、というわけでね、ちょっとカメラの方が止まってしまったので、 えっと、今取り直してるんですけどね。なので、えー、こからですね、えー、パウルさんがね、利下げを行って、上田総裁が利上げを行っていけばね、もっと、円高が取りやすくなると思いますからね。こういった形で、まあ、行き過ぎたものは、いずれ是正されて振り込めように戻っていくと、僕は思っていますけどね。果たしてどうなることやらってことで、まあ、このあたりはね、アメリカの、お7日に発表される米雇用統計をしっかりと見ていきましょうと。まあ、このあたりがなんか分岐点になりそうな、あれ天皇山ですよ。お今夜が山だと。 という形で、なんか動きそうな気がしますけどね、今の動きをね、流れを見ていると,ということになります。ということで、ねえー、繰り返しになりますけども、おアメリカのですね、先物が、昨、え、夜、ー、ね、えー、米国ダウがですね、ニューヨークダウが115ドル安くまで下がったのに、さらにですね、ニューヨークダウの先物が102ドル安くまで下がってますね。まあ、続落ということになる可能性もありますし、えー なんとか持ち直したね、日経平均も、今先物を見るとですね、マイナス265円安ということで下げていますね。じ、うん、ちょっとね、良くない。うん、合いは悪いような気はしています。今のところですよ。先物を見る限りですね。 で、ね、やはりこれは、まあ冒頭に話した通りですね、理由を、今のところ見ると、まあ米雇用統計に向けて警戒感が高まっている。これが最大の理由ですね。ここで、ね、どうなっていくのか読めないので、つまり先行き不透明感が高まっているので、各投資家がですね、買い控え、そして今のうちにポジションをね、解消しておこうとか、まあそういったことが今続いてるんだと思いますね。これが一番の理由。先が見えにくいということですね。切り詰まれてしまったので、まあ今の、今はね、そういった意味では、うん。ちょっとね、 難聴になりやすいところに加えて、昨夜ですね、米国のまあ経済失速、景気交代を示す数値が出たというところで、これ、これだけじゃないんですけどね。まずは、これです。ただね、一番新しいものとしては、ISM 製造業ですね、総合景況指数ですね。こちらの方がですね、前年比のマイナス0.5ポイント低下で48.7%。 いうのが出ました。で、3ヶ月ぶりの低水準だったんですよね。だから50を下回ってきたので、まあ、警戒される景気交代のシグナルと言いてもいいんじゃないかなというところになりますね。で、これは新基地中も2022年6月以来の大幅の落ち込みになっているということで、まあ、ちょっと雇用は良かったんですね。製造業の雇用はちょっと持ち,か持ち直せるのは知ってるんですけども、まあ、それでも数値として、まあ、悪化している,いるということになりますので、まあ、経済全般がですね、アメリカこれまで非常に 好調だったんですけども、ちょっと弱含んでるというのがここから見て取れる。これだけじゃないですよね。これはあれちなみにこれが ISM 製造業景気指数のですね数値のグラフになりますけども、実際にここね大きく下げてますよね。うん、よくないとで。さらにこれもね。 確か、先週話しますよね。米国消費、つまり個人消費も失速感が漂っているわけですよ。PC デフレーターですね。所得の伸び悩みによってですね、実質の消費が鈍ってますよね。さらにインフレによって物価高ですからね。やはり物を買わなくなる。あれほど旺盛だったね。アメリカ人たちが、ただでさえね、預貯金が今減ってますよね。うん。蓄えがない中で、中で、さらにね、消費をしなくなってくると、これはですね、景気停滞。 リセッション懸念と。で、インフレは低下をしていくと思いますよ。まあ、インフレにとってはいいことですけども、ただね、実質経済が悪化するので、企業業績は悪くなりますよね。その中で株価が一旦下げると。一旦下げるので、どうなるかっていうと、そこから利下げなんですよね。うん。なんかこう、先出しして、先出しして大きな利下げはしてこないと思うのでね、やっぱり企業業績の悪化、株価下落、利下げという形で、まあ、段階的にね、えー、やってくると思いますので、 今ね、だって5.5ぐらいでしたっけそれをね、たった1週間でね、1.0とかに、ね、しないわけですよ、うん。金利をね。やはりその間、ある程度、調整のね、えー、そういった時間があるわけですから。まあ、その間に、景気が悪化して、業績が悪化して、株価は下がるというフェーズは僕はあるんじゃないかなと思っていますね。まあ、それで、米国株がね、えー、崩れれば、まあ、日本株もですね、やはり、この後ですね、えー 5月、6月、7月と予想した通りですね。まあ、下がっていってもおかしくはないんじゃないかなと僕は見ていますが、これはもう僕のポジショントークなので、皆さんはどう思いますかということになりますね。で今 AI、AI バブルですけどね。えー、まあ、だからちょっとそういった意味ではね、まあ、アメリカの、ねえー、個人消費もそうですし、先ほどの、ねえー、製造業指数もそうですし、それからね、えー、米国 民たちのですね、まあ、実際の預貯金ですよね。これもかなり減っていると。だから、ま、贅沢資金がなくなってきているってことですよね。まあ、こういったところも、ね、預貯金ね、昨年1月にはの低水準になっているというのも、まあ、気をつけといた方がいいんじゃないかなと思ってはいます。これね、え、アメリカの個人消費ですね。で、個人所得も減ってますよということになりますね。あとはね、ただまあ、いいニュースの中はどうかっていうところで、一方ね、翻って欧州に目を向けてみると、 欧州中銀ね、利下げの段階に入っているということで、まあインフレがね、欧州の方が先にして鈍化しているんですよね。これによって、まあ年内ね、1回から2回の利下げをですね、いよいよ行っていくんじゃないかということで、まあ2019年以内なので、えー、まあ利下げに対して前向きな発言が相次いでいると、欧州の方ですね。まあだからまあアメリカのも先にして欧州をやるのか、まあ多分もちろんパールさんとね、えー、欧州の中銀、うん、中央銀行ね、えー、もちろん、 会話すると思いますからね。うん、まあ、互いに補を合わせて、利下げをしてくるのか。まあ、補充は多少合わせると思いますけどね。なので、まあ、時期的には、まあ、9月以降かな、やってくるとお言った、うん。まあ、もう今月やるのかな。まあ、6日って書いてありますけどね。まあ、早ければ6日か、うん。まあ、それに合わせて、まあ、米国もやってくる可能性がありますけども、まあ、そういった流れになってきてるっていうのはね、まあ1、一つ、世界のインフレが、 ちょっとね、鈍化して、えー、リサのフェーズに欧州から入っているっていうのは、まあ、逆に、えー、まあ、グッドニュースの可能性はありますよね。で、こういったですね、X、e、の投稿は最近毎日やってますので、興味がある方はね、えー、もちろん YouTube が僕の主戦場ですけども、まあ、文字情報でね、まあ、パッパパと見たいとかね、やはり全て YouTube で、えー、ね、えー、シェアしてるわけじゃないので、まあ、地政学とかね、為わしの動きとかなどを知りたい人はね、ぜひ、ビコーラのね、X、e、のリンクもフォローしてもらえたら嬉しいなと思っています。 ということでね、まあ、米国、先物崩れていますけども、日経平均もね、えー、今日一時いい、下げ、まあ、そんなに下げてなかったのか、0 0円、400円ぐらい下げたのかなまあ、その後、ずるずるとね、持ち直して、えー、まあ、ずるずるっておかしいか。まあ、しっかりと持ち直してね、マイナス85円安ということで取引を終えて、38,837円で、えー、終わってますね。まあ今、今日はちょっと今日僕も忙しかったのでね。 朝からずっと椅子ごとしていたので、まあずっと相場に張り付いていたわけじゃないんですけども、まあ、これ75日移動平均線ですね。こちらの方にずっと頭をグッと押さえられている状態が今続いてますので、ここを突破できてないというのは確かですね。75日の節目ですね。だから、未だに下落波動の中にあります。レジスタンスラインをこうやって引けばね、えー、まあ見てもらうと分かる通り、これを突破できてないので、うん、中期下落波動なんですよ。うん、これを見ればね、誰があ見てもわかる通り。 これを突破してね、こうやって強く力強く上昇していけばね、これはね、もうブレイクアウトして、上昇トレンドに入ったと言えますけども、まあ、まだまだね、えー、まあ中期の下落の波動の中にありますので、まあ、十分気をつけたいなと。ここから崩れてくればね、次は36000円でずっと言ってきますけど、まぁ、あ、36000円をね、ターゲットに下がりそうな、まあ、そんな、まあ、タイミングでもありますよね。うん、決して僕はね、なんか適当に言ってるわけじゃないのでね。 75日移動平均線の次は200日移動平均線ですよね。200日移動平均線がついに移動平均線なので、徐々に徐々に36,000に近づいてきてますよね。そしてこのレジスタンスで、もう一度上値を抑えられて下がれば、まあ、ちょうど36,000ね、えー、ホールインワンかなと。いうのがね、テクニカル上、まあ経験上もありますけどね、変動感覚として見てこれるので、来るなら36,000かなところで、まあ、僕は話しているということになりますね。うん、もちろん抜きちゃう可能性もありますよ、うん。まあそれはそれでね、今の打診買いをした、行ってこいで、安いところで買った銘柄をね、今度は。 あね、理確をしていくだけなので、まあ、どっちに行っても利益は出るんですが、まあ、下がった方がより利益が大きくなると。うん、これがまあ勝てる投資家の考え方ですよね。上がってもいいけども、下がった方が嬉しいと。こうなってくると、対象心理の逆張りなので、勝ちやすい、儲けやすいんですよ。果たして皆さんそういった心理になってますかそういったポジションとか、戦略シナリオとかね、えー、形成されていますかということですよね、うん。が大事になりますね。上がっ ね、下がっちゃった。大変だ。もうやることがないってなってしまうとなかなか勝てないかなと思いますね。トビクスも今日はね、ちょっとマイナスですけども、まあそんなに調子入ってないか。トビクスは、ね、前回高値更新するかしないかなので、まあやっぱりバリューシフトってことで、えー、僕の持ち株もまあバリュー株は今ね、また含み益が広がってはいますね。あとはどこで利格をするかということになりますけども、まあまだ利格は急いではないですね。バリュー株ね。まだまだ上がりそうな、うん。銘柄もいくつかありますのでね、こういうのを狙ってしっかりと。 ガチをしていきたいなと思っています。で、まあ、繰り返しになりますけども、ただ先もなく崩れてますので、まあ、ここはねえ、十分気をつけていきましょうと。結構大きく崩れそうなね、まあ、そんな、まあ、雰囲気は感じますけどねうん。ちょっと僕のこれは直感なので、えこれはね、また2、3週後、2, 週2、3週間後にですね、まあ、あの、答え合わせをしていきましょうということになります。あとはね、注目3名かなってことでね。 まあ、皆さんにね、シェアしていこうと思うんですが、材料が出た順にですね。まずは、長谷園ですね。ホールディングスが、MBO を実施ということで、一株3100円で公開買い付けですね。をやってきたということで。で、非公開化をするんですね。まあ、長谷園さんね、お茶漬けね、で有名ですけども、冷やし茶漬けとかね、美味しそうですよね。あの CM、あれうまかったですよね。冷やし茶漬けの CM ね。みんな食べたくなるっていうところで。で、まあ、MBO をしてね、株価は爆上がりしています。 まあね、え、目標価格に対して公開買い付けの、今日ストップだがですね。22%上昇ということで取引を置いてますけども、まだ上がるんですかね。公開買い付けの値が3100円なので。この辺のね、安い値で買った人はもうおめでとうございますということですね。もうここから買うのは難しいと思いますけども、なぜこれ取り上げたかというと、今やっぱ MBO とかね、TOB 多いんですよ。やはり、あの、東証がね、まずはプライム市場ですね。それからスタンダード市場ですかに対して、 ま改善を求めてますよね。改善できない企業は、もう TOB、もしくは MBO をするしかない、うん、ということになりますので、今後ますます増えてくると思いますね。で、こういったね、銘柄を底値で買って、仮にね、えー、自助努力で、うん、自力で上がれなかったとしても、TOB 待ちとかね、<laughs> MBO、<laughs> MBO 待ちっていうやり方も、いや、なくはないと、僕は思ってますね。それで僕ね、今年、なんか5、6銘柄、結構ね、爆上がりさせて、 ああやったあの、TOB じゃんみたいなね。あと MBO じゃんみたいな形で、結構儲けてるんですよね。もちろん、まあ、儲けるって言ってもね、それでなんか1000万とかないですよ。もちろん。うん、100万、200万とかね、結構それで、えー、まあ、一目柄、あね、うん、50万以上は結構儲けてますね。一目柄に対して。もちろん、ただね、本当に冷静に、ね、えー、まあ、正当法で、えー、上がってくるところを、もうね、えー、狙いたいと、ね。これは中長期でね、きっと上がるだろうと思って、 持っていた銘柄ばかりなんですけども、なかなか上がんないなぁと言ってるうちにですよ、お勝手に TOB、MBO されてね、ね目標価格に対して爆上がりして、まあ、売ると、えー。今後増えていくということをね、考えると、お意外とね、えー、この TOB とか MBO ですね、を行っていくような企業を、まあ、そこで、ねえー、狙いすまして買っていくというのもね、結構悪い戦略ではないんじゃないかな。ただこれはもっと宝くじに近いのでね、うん、まあ、狙い、 ってやるのは難しいですけども、今後増えるの。だって、中小企業でもね、今ね、M&A ですね、ごめんなさい。が今増えているのでね、うちの会社でさえ、もう毎月2、3件はね、M&A をしませんかとね、いうお知らせと言いますか、はがきが来ますかね、私に直接ね。えー、ぜひ、お会いしたがっている社長さんがいるとか、ね、もちろん上場企業の社長さんになると思いますけど、もちろんそういう時にいった場合はね、大体出ていくると大体経営企画なのでね。 まあ、社長さんじゃないことが多いんですけど。まあ、実際に社長さんからでも、はがきが来ますよ。あなたの会社を買いたいとかね。うん、まあ、だから、それぐらい、今、中小企業の M&A も、ね、企業のまあ生産性とか効率化のために、えー、流行ってますからね。当然、うん、上場企業のね、M&A みたいなもんですから、TOB とかね、MBO っていうのはね、えー、まあ、ここから増えていくんじゃないかなと思ってますね。また、投資もそれを求めてますからね。うん、その次はおそらくう、グロースになってくると思いますね。グロース改革が、 その次に待ってると思いますね。かなり大きなメスが入る可能性も、その時はね、あるんじゃないかなとは見ています。あとはね、注目銘柄他にも見ていこうと思うんですが、えー、組、組合、組合科学工業ですね。紙形状18%情報修正ということで、えー、従来予測のね、110億円から130億円ですね。前年同比は135億円だったので、まあ別に、保守的なまあ予測だったのでね、めちゃくちゃ情報修正されてるってわけじゃないんですけども、 まあ一応ね、えー、まあ決算としては保守的な読みに対して、まあしっかりと、その通りに、ね、数値を上げてきたということになってますね。上木県庁ですね。で、理由はですね、まあ世界的な農薬の在庫圧縮によってですね、まあある程度、在庫を、ねえー、が、まあ消化できたと。まあでもそこはね、まあもちろん、それほど計画通りには進まなかったんですけども、やはり為替で益ですよね。為替の円安による、為替益によって、えー、まあ大きく利益を出せたと。 というのがね、理由として、決算書に書かれています。こちらもすべて単身、えー、ホームページに書かれてますからね、出てますので、合わせてそちらの方もね、見てもらえたらいいんじゃないかなと思っています。ということで、まあ、組合科学工業ね、大きく株価下げてるんですよね。一時1200円近くまで上がりましたが、今800円まで、えー、値を下げています。そして200日の人線を下回ってね、かなり帰り率もありますので、えー、このですね、安値を拾っていきたいと。 ま、決算が、財後出たばかりですからね。そう判断する投資家はいろいろご身でね。あとは調べてみても面白いんじゃないかなと思います。ちなみにリマりリも3.62ということで、まあ、あ高配当ですかね。悪くはないと思いますよ。で、続いてはね、えー、最後の銘柄ですね。メディアスになりますね。こちら、今期計上21%情報修正ということで、配当も7円増額ですね。で従来はそこの16円から19.3 19. 億円ですね。まあ、前期は24億円なので、まあ、 全距離もダウンしてるんですが、一応ね、えー、会社が出した、まあ、保守的な読みに対しては情報修正するって複雑なんですけども、まあ、正確に話すとそういうことになっていますよね。うん、まあ、ここからがね、えー、今度は、あねえー、よりいい、まあ、頑張っていくしかないという状況ですよね。まあ、来期に向けてね。じゃまあ、一応ね、まあ、材料をされてる可能性もあるのでね。 で、一応まあ、この手術度などのね、こういった消耗品として、業績が回復したというふうに書かれてますが、メディアは早速ですね、今日11%近く上がってますので、一応も材料がね、交換されているということになりますので、ここからさらにですね、まあ、あのね、上昇トレンドに入っていくと、そう判断する投資家がいたらですね、まあ、今までずっと定義にあったというふうに見えますので、ね、200日をブレイクして、まあ、2段下げ、3段下げ。 えミス、e、井 E&S みたいにですね、上昇トレンドする可能性もありますので、あとは皆さん,さんで調べてみてくださいということになりますね。まあ、7日が、まあ、まとめる、まとめるとですね、えー、まあ、雇用統計、米ですね、まあ、非常に注目されていますけども、その前にですね、いくつか出てきている数値、米国のですね、経済数は良くない、うん、悪いという状況になってますので、果たしてこれが雇用統計にどういう影響を与えているのか、もしかしたら、失業率が急激にですね、まあ、悪化しているですね。うん 上昇する可能性がありますね。こうなってくると、結構、ね、米国経済ダメージ大きいってことで、まあ一旦調整が入ってもおかしくはないんじゃないかなと思っています。特に崩れるとなったらね、まあ前回高値を更新して高い位置にありますから。うん。まあ一旦はね、ちょっとね、ね、えー、下落波動に入ってもいいんじゃないか。 いいんじゃないんですか米国株さんと僕は思ってますし、僕はね、下がったところを買いたいので、結構この辺りはね、僕のポジショントークも入っていますが、あと皆さんのね、戦略シナリオなどもありましたら、ぜひコメントでね、シェアしてもらえたら、それはそれで勉強になりますし、僕もね、場合によっては軌道修正していきたいなと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。ということで、今日は以上です。高速で。